チュース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。よろしく。先日、はい、キャラパキやりましたね。はい。はい。まあ動画本編には使われてませんが、はい。エンディングトークの時に、はい。確かに、ね、肩抜きをやろうみたいなことを言ってたと思うんですよ。まああれ撮影終わった直後ぐらいに、うん、僕司令とアマゾンでポチッといたんですよ。イカゲームのやつ？イカゲームのはないっす。ああ、あれは軽め焼きでしょ。うんうん、あ、軽め焼き今からやめたないっす。めんどくさいめんどくさい、化学実験になっちゃう。まあ早速出していきましょう。はい、肩抜き、はい、こちら肩抜き。懐かしい。まあいろんな肩抜きが入ってますよ。難易度がありまして、はい、抜きやすいやつと抜きにくいやつがあります。はい、はい、まあ画面出てるのが左側が抜きやすいやつで、右側が抜きにくい。ちょっとね、細くなってるんですよ、線もなんかちょっとね、うん、で、とりあえずどっちをやりますか。優しいから。優しい方でいいんじゃないですか。付属の竹の棒もあったんですけど、うん、それじゃすぐね、多分潰れちゃうんで、うん、こちらアクセサリー作った時の鉄製の爪楊枝、こちらでやっていこうと思います。まあこれね、ただただ肩抜いてさ、うん、はい終わり、はい失敗しましたって面白くないじゃないですか、うん、用意しましたよ。ピスケ恒例の罰ゲームといえばモノマネ、これです。おっと、結構おひさでございます。タコツボ、バズーカです。あ、そしてこれをね、詰め込んで顔面バズーカと。あ、なるほど、はい。それではルール説明をしていきたいと思います。まずレベルは簡単な方、抜きやすい方で、はい、形あるじゃないですか、いろんな形。ウサギが一番定番だと思うんですよ。そうなの？わからん。じゃあそのウサギのやつを3枚出してこっから、うん、で、みんな一緒のやつをやります、うん、はい。で、時間は3分以内。お、3分でどこまで削れるかで、割ってしまった人は、うん、もう罰ゲーム確定っていう感じで。もし3人割ったら3人罰ゲームってことね。あ、もう、あ、なるほど。全員仲良くいきましょう、それを。で、全員もし割らなかったとしたら誰がドベなの？ドベはその線あるじゃないですか、うんうん、肩抜きの線、うん、に一番線までちゃんと削れてない人、うん、まあそんな感じのルールでやっていきましょう、はいはい、ということで今日はお祭りにある肩抜きで対決していきましょう。イエーイ。じゃあ頑張ろう。負けへんで。じゃあ行きますか、早速。おい、はい、それでは最後までご覧ください、どうぞ。え、これすげえんだけど、何これ、初めて見た、こんなの。やるよ。刺しますよ。おお、やるよ。刺しますよ。はい、はい、刺せ。はい、刺せ。はい、それではウサギ取り出して、これも配り終わったので、はい、早速やっていきましょう。バニーガールじゃないんだね。バニーガールは女じゃん。じゃあタイム当たるか。おー、はーい、お願いします。3分。それではよーい、スタート。ティ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 。何してんすか。いきなりね、首が切れた。一個プチッと押した瞬間に首が切れた。処刑すな。見事なまでに一発で首が死んだんですけど。マジかよ。これで朝ちゃんがさ、失敗したらさ、うん、俺もこのまま待っとけば勝ちだよね。そうだね、うん、あーっ、あー、尻尾いかれた。はいはいはい、やってもた。こうじゃん、こうじゃん、こうじゃん。ここに一発プチって入れた瞬間にウサギ首もげるの巻きだったのよ。え、もう終わりです。そしたら、いや、朝ちゃん続けてていいよ。これは見事だったよ。肩抜きって何？肩抜きの抜き方があるんだよ。なんか一人だけこれをしてんのせこいっすよね。じゃあだって昔からやってんもん、肩抜き。縁日イコール肩抜きだって。ゼロー。はい、終了。それでは
終わりました。はい、まあ、結果としては僕途中で粉砕、私あの一打撃目でウサギの首がぶっ飛ぶっていう。はい、で自分は地道に削っておりました。こんなことになったんですか、一発で。こんなことになったんですか。こんな難しいよね、傾きってマジで。これ綺麗に一回ちょっと傾きたいんだけど、抜いていい？いや、終わった後にしてもらっていいですか。はい、わ、はい、かりました。これなんか仕込まれてたのかな、亀裂入ってたかもしんない。罠にはめられたかも。じゃあどっから刺しちゃうんですか、刺す。ここんところをこうやってやって、うん、で、プスッていった瞬間に、それ罠っす。プスッていった瞬間に首がスポーンっていった。スポーンって、それ罠っす。足の方をこうやってやってプスッて刺した瞬間にっていったから。さあ、僕らは、ね、罰ゲームっていう使命がありますから。で、俺が最初に受けましょう。いいよ、じゃあ俺が先に受けるよ。俺先で。いや、俺が先に受けるよ。もう早くよこせよ。そこで入ってこないと欲しいんだよ。おいらも走からさ、おいやらんで、ね、やらんで、ね、え？え？3人いたらその流れじゃないの。やらんで。え、やんないの。そんなはずはない。しろかしろ。あ、そんなに入れちゃう。来いや。いいよ。来いや。アスじゃなくていいよ。いいっすよ。じゃあ帽子取っときましょうか。じゃあ、はい。なん、はい、ちょっと待って、お前ちょっとおかしいやろ。絶対おかしいやん。これ絶対。はい、行きます。絶対2人でパターンで。3、2、1。かわいいね。それでは、はい、ちけえなぁ。この辺ですね。圧があるんだ、これ。この辺ですね。もうね、匂うって。この辺なんです。はい、じゃあ動かないでって。いきます。3、2、1。あっしゃ。わお、めっちゃ飛んできた。続く。まあ、今日はね、型抜きをやりましたよ。すっかり忘れましたよ。最後のこっちのパンチが強くて、そっかそっか。左見いかれたし、型抜きも一発でこう、うさぎ仕留めるし、ある意味強いよね。うん、まあまあ仕留めに行きましたね。まあでも、お祭りとかでさ、よくあるんで、皆さんもお祭り行った時とかさ、挑戦してみてください。マジでむずいんで。じゃあ、そろそろ終わりますか。大丈夫かな、今日の動画。やばそう。見ていただいて、なんかグダグダだなこいつらと思っていただければ。わかりました。今日のメインテーマそこなんで、はい、大丈夫です。はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それではせーの、チャオ。